黄色、黄色、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジかよ、皆さん、出てっちゃいましたね。さすがにもう、マジかあれですね、本当に面白いです。はい、コツです。はい、今日はね、土曜日、はい、告知してました一番くじベジータやってきました。いや、予約してなかったんでね、弾けるかなと思ってね行ったんですけれども、私がね行ったところでは、まず、まあ一言で言うならば、あるにはありました。はい、環境的にはね、01番のね、ブラシ彩色、こちらが、1、次のね02の検索から、こちらがね、1、はい、のみですということでね、1と2がね1つずつという状況だったんで、ちょっとね二次元が欲しかったんでね、別の店舗行こうと思ってね、車を走らせてる最中に、まあ、ちょっと電話した方が早いかなと思ってね、近くの店舗に電話しました。はい、そしたらね、予約受付で終了してますって言われましてね、あ、マジかと思ってね、で、じゃあさっきのとこ戻って01と02だけでもゲットしとこうと思ってね、で戻って、いざね、カウンター行きました。はい、で、聞きました。とりあえずベジータの一番くじやりたいんですけどって言って、まあとりあえずそしたらね、じゃあ今この状況ですけど大丈夫ですかって言われたんで、あれもうワンロットとかあるんですかって聞いたんですよね。うん、まあそしたら、あ、ちょっと待ってくださいって言ってね、イヤホンでなんかね会話、しまして、そしたらもうワンロットあると、おおと思ってね、じゃあすみません、そのワンロットを今出せますかって聞いたら、とりあえず今の分が吐けないと、出せませんと言われたんでね、じゃあもうしょうがねえなと思って、まあいいかと思ってね、とりあえずじゃあ2回その分もらえますって言ってね、2回引きました。ね、その結果がですね、まあこのようにね、 B、 はい、まあ箱にはね0102と書いてあるんですけど、くじには A、B で分けてますね。はい、ということでね、めくったらとりあえず A、B はゲットしました。でね、じゃあ新しいロットを出しますって言われてね、まあ、5分ほど待ちました。はい、そしたらね、段ボール抱えて持ってきまして、早速くじをね、その場で、バラしてシャッフルし始めてね、どうぞって言われてね、とりあえずまあね、一応3回っていうのを決めてたんでね、前と前の動画でも言ってると思うけど、まあ、今回3回って決めてたんでね、じゃあ1回お願いしますって言ってね、いやもうほんとお願いしますとね、もう一番くじの神様降りてこいと思ってね、やりまして、でっかいこのくじをねベリベリとめくりました。はい、結果じゃん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 、ティリリー、はい、A 賞ダブりました。見事にダブりました。いやー、こんなもんですよね。一応ね、今回のアソートは A4、B3、C2、A1 というねアソートです。なので A がね、まあ一番出やすいのは分かってたんですけどね、まあこんなもんですよ、私のくじ運はね。はい、ということで、じゃあちょっと別の店舗、まあ
ちょっとね用事があったんで、ちょっと離れたところを行く予定があったんでね、そこの近くにあるかなと思って調べてたら1店舗だけあったんですよね、開催してる店が。で実際行ってみたらどこにも置いてないんですよ。で店員さんがいたんで聞いたら完売しましたって言われましたね。はい、いやマジかと思ってね、まあいいやと思ってとりあえず用事は済ませました。はい、で夕方になって、またねここ引いたところ戻ったんですよ。もしかして状況が変わってるかもしれないっつって、でなんでその場でもっと引かなかったかって言ったら、なんかね予約分が6回分予約分が入ってるので、普通に予約してない人が引けるのは4回だけですって言われたんで、でそのうちの1回を引いて A だったんです。で残りの9個のうちの6個は、予約分なんで残り3回引けるんですよね。でじゃあそう LINE、 今 LINE って多分なったと思う。はい、でじゃあね、もう状況が状況で、もしかしたらうまいことD が残ってるかもしれないじゃん最初、二次元ね。なので行きました夜。はい、再度来店しました。そしたらね、ものの見事です、ものの見事に自分が引いたこの A だけしか引かれてなくて、残り1個も引かれてない状態で、まあまあ綺麗に9個残ってましたねさすがにこの状況で引く勇気はなかったですね。一回5000円なんで、もう一回引いてもう一回 A だったら俺も多分もう立ち直れないんだよねなのでとりあえず、もう明日もう一回朝一で来て状況見てみようかなっていう風に今考えてますということでね、今日の成果としては A2B1 で終了です。はい、いやー参った。いやーそんなうまい話がないよね。前回の3時みたいにね ABCD が1111で残ってたら完璧に全部買ってたんですけどね。いやー今日はさすがに、ダメでしたね。ということでね、まあ、とりあえず、開封しようかと思っております。はい。これ02原作カラーですね。はい。こんな感じ。ここがね。かっこいいベジータ。めっちゃかっこいい、これ。出来良すぎだな、これ。ね。で、もう一個ね。はい。01。ちょっとめくれちゃってんな。開封したいと思うんですけど、まあなんとね、ちょっとここで、まあねトラブルっつうんじゃないけど、まあちょっとね、車に置き忘れましたんで01を1個ね、はい、なので1個は未開封で取っとこうと思って出るんですけど、まあねとりあえず今回はちょっとごめんなさい、 B だけちょっと開封させていただきたいと思います。 A はね、後ほどというか後日改めて開封したいと思います。とりあえずね今回はちょっと B だけ、ちょっと事情がありましてね、ちょっと A が開封できない状況です。なので B だけちょっと開封したいと思います。じゃあ早速ね、箱を開けたいと思います。はい、ということでね今、箱から開けまして、ブリスターからも出しました。はい、じゃあ見てみましょう。 B です。はい、こんな感じです。まあ大体はこれ、まあ、一言言っていいですかね、これ半端ないっすこれやばいな、めっちゃかっこいいわこのベジータ。いやあの原作から
ちょっと ねネットで見たら原作カラー何気にすごい良かったんでね、原作カラーもいいなって思ってたところだったんでね。いやこれマジでいいよ、これかっこよすぎだろ、このベジータやっべえ、これいやいや、このケツの引き締まり、いやすごい、うわこれたまんねえな、これベジータ好きにはたまんないぞ、このベギー、やばこれ、これは買いで、買いつうかまあね、いやあったらやった方がいいですよ。これだったりさ、どっちだ、前のめりにはなるね、まあ、悟空もそうでしたけど、やっぱ前のめりにちょっと倒れそうな感じになっちゃうんで、またあれだな、ちょっと工夫というか、またスタンドで別のね、別売りスタンドでちょっと固定して立たそうかな。いやこれはマジでやばいな、いやもう今回のね、一番くじはもう二次元一本だなと思ってたんですけど、いや原作からマジでいいわ、いやマジでかっけー、これもうできいいな、これやばいわ、いや二次元欲しいな、やっぱ二次元どんな感じなんだろう、悟空の二次元よりね、ほんと出来はいいと思うんだよな、まあ、あんま悟空の二次元は好きじゃなかったんですけど、ベジータ二次元すっごい良さそうなんだよな、うわかっこいい、検索カラーでこれだからな、いやめっちゃいいわこれ、ということでね、とりあえずよし、とりあえずね、今回はね、申し訳ないんですけど、B だけちょっと開封させていただきました、次回ね、ちょっと A を開封したいと思います、後日ね改めて、まあおそらく来週になるかと思います、はい、まあ、ちょっとね本当ちょっとした、ね、まあいろいろありまして、ちょっと A があるんですけど、現物あるんですけど、ちょっと今開封できない状態になります、ご理解ください。まあね、とりあえず明日もう一回同じところお店行って状況を見て、やれればやっていきたいと思います。まあその場合はね、明日多分動画でアップすると思います、そしたら刺してください、あ、いい状況であったんだなって、ということでね、今回は、ドラゴンボール一番くじ、SMSB ベジータやってきました、結果はね A2B1 という結果に終わりました、まあ皆さんもねどういう結果だったんでしょうかね、まあ欲しいものが手に入っていれば、私も嬉しいです。はい。ということでね、皆さん、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。